皆さんこんにちは、オセス。2月の27日と28日に行われます B リーグ第24節琉球ゴールデンキングス対富山グラウジーズ戦の見どころを紹介していきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。2月の最後の試合でついにやってきました。一番見たかった試合、見どころ満載の試合でございます。と同時に琉球ゴールデンキングスが乗り換えないといけない山場の一つの試合でもあります。富山グラウジーズっていうチームが僕の主観では今年度最も化けたチームかなと思います。琉球ゴールデンキングスと富山の前年度の試合の結果見ましたら3勝1敗で琉球が勝ち越しているんですけども、前年度とはまるで違うチームに昇華したチームでございます。エースガードの宇都選手を中心に若手選手、ベテラン選手、そして超攻撃的な外国人選手が所属し、上位陣にも食い込むチームへと生まれ変わっています。やはりこの富山グラウジーズに勝利するためにはまずは外国人選手同士の戦いの見どころが重要かなと思ってきます。まずはジャック・クーリー選手、ジャック・クーリー選手のリバウンド力っていうのが最も重要になってくるポイントかと思います。ジャック・クーリー選手がマッチアップする選手と言いましたらジョシュア・スミス選手になるんですけども、ジョシュア・スミス選手とジャック・クーリー選手、この共通点で言いましたらオフェンスリバウンドの奪取率が高いということです。この富山グラウジーズね、セカンドチャンスのポイント点でも非常に多く、このセカンドチャンスでのオフェンスリバウンドの取得しているのがジョシュア・スミス選手です。ジョシュア・スミス選手もジャック・クーリー選手同様2人3人がかりでもゴールを決めれる力というのを持っています。前年度はジョシュア・スミス選手がちょっと怪我をしてしまい、ジャック・クーリー選手の対決っていうのは流れてしまったんですけども、今年度ついにそれが実現します。おそらく琉球ブースター以外のバスケファンの皆さんなら見たいマッチアップかなとも思います。私もこのマッチアップがどうなるかすごい気になる状況であります。やはりジャック・クーリー選手の嗅覚もしくはジョシュア・スミス選手のパワー、どちらが勝るかが琉球並びに富山の勝利に大きく傾くんではないかと思います。2つ目の見どころがエヴァンス選手とジュリアン・マブンガ選手の対決。ジュリアン・マブンガ選手っていうのが1番からもう極端言ってしまえば5番全部のポジションこなしてしまう万能なプレイヤーであります。自らカットインもできますし、当然アシストをできる広い視野も持ち、かつ岸本選手に負けず劣らずのディープスリーも打てる選手でございます。マッチアップする可能性があるとしましたら琉球13番ドゥエイン・エヴァンス選手、エヴァンス選手のディフェンスがどれだけマブンガ選手のプレーっていうのを邪魔できるかも琉球の勝利に大きく関わってくるかと思います。エヴァンス選手の実力と言いましたら万能プレイヤーの一人でありますハミルトン選手を平均得点以下に抑え、フラストレーションをためさせる好きなプレーをさせないで十分に実績を残しましたエヴァンス選手、その実績を掲げ今度はマブンガ選手にそのディフェンス力を発揮してほしいなと思います。マブンガ選手の歯車を狂わすことができましたら富山の歯車リズムというのを狂わすこともできますので、そこも重要な対決になってくると思います。逆に富山ブースターが見たい対決と言いましたらフニュー選手対宇都選手、かつてフニュー選手富山に所属していまして、まあ、今年度から琉球に移籍してきました。でそれでガードポジションにもチャレンジしているフニュー選手が元祖長身ガードであります宇都選手にどうマッチアップするか、まあ、この対決っていうのも面白いかと思います。宇都選手の多彩な攻撃に対しフニュー選手のディフェンスがどれだけ宇都選手に通用するか、かつ防ぎ込めるかっていうのもこれまた面白いポイントかと思います。そして最後に見逃してはいけないのはルーキー対決。富山グラウジーズの若き力っていうのはおそらく他のチームよかナンバーワンに攻撃力が長けてると思います。前年度新人王の前田選手、その前の新人王である岡田選手で、今年度の新人王の候補活躍しています松脇選手、この3人の攻撃力が新人の中でもズバ抜けて高いかなとも思います。この3人のルーキーの活躍っていうのが富山にとっても大きな追い風にもなっていますし、やはり攻撃力を象徴している選手たちでもございます。やはりここは琉球のルーキーでもあります牧選手のディフェンス、そして今村選手、田代選手の若き力のやっぱディフェンスで富山のルーキーの3人の攻撃っていうのも防いでほしいなとも思いますし、逆に外からでも中からでもいけます今村選手、田代選手、そして牧選手のオフェンスっていうのを見せつけてほしいなとも思います。今回、試合の全体的に重要な感情になってくるのがファールトラブルの数かなとも思います。琉球も富山もファールが多いチームではありまして、特に外国人選手のファールトラブルっていうのは敗北の命取りにもなりかねない事案になってきますので、やはりクーリー選手
ジョシュア・スミス選手もマッチアップでファウルが重んできたら動きが制限、お互いがかかってしまいますので、琉球としてはクレマグラウジーの選手の方々をやはりファウルトラブルで少し動きを鈍く、歯車リズムを狂わせたいところでもありますし、逆にジュリアン・マブンガ選手筆頭にファウルをもらうのがすごい上手いので、そこでのファウル並びにフリースローの数っていうのを量産されたら琉球とてやはり苦しい展開にもなりかねませんので、そこでのファウルは可能であれば控えてほしいなとも思いますね。逆に琉球がファウルを量産して富山グラウジーズのファウルトラブルっていうのを誘発してほしいなとも思います。今回の富山戦で外国人選手同士のマッチアップっていうのがバチバチになるっていうことは予想できますので、やはりそこは見逃せないポイントでもありますし、富山グラウジーズの若き力、新しき力、そして宇都選手を中心にかかってくる超攻撃的スタイルを琉球ゴールデンキングスがどうディフェンスし受け切るか見ていきたいと思います。そして最後に富山グラウジーズの試合もそうなんですけども、やはり三河名古屋そして大阪エベスさんの動きっていうのも見ていかないといけないと思います。いよいよ B リーグも終盤に差し掛かり、地区優勝にも拍車がかかっている状態でありますが、今現状琉球がゲーム差4で三河を突き放していますので、ここでさらに理想であれば三河名古屋そして大阪エベスを突き放して西地区勝利を盤石なものにしてほしいなとも思います。三河が宇都宮、大阪が京都、そして名古屋がアルバルク東京と戦いますので、これまた激しい戦いになるのは予測できますので、そこで一歩琉球が出し抜いてまたゲーム差を広げてほしいなとも思います。まあ、そのためにも当然応援というのは必須になってきますので、引き続き応援を頑張っていきます。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。